Okay.
平成27年度市東京都高等学校野球大会第2回戦、本日の第3試合、立教池袋高校対厚生学園高校の試合に繰り出しまして、両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせいたします。先攻は3年度は厚生学園高校、1番ファースト早野くん、ファースト早野くん背番号13、2番センター関口くん、センター関口くん背番号8、3番ライト川口くん、ライト川口くん背番号9、4番キャッチャー中島くん、中島くん背番号2、5番レフト山崎くん、レフト山崎くん背番号7、6番セカンド吉川くん、セカンド吉川くん背番号15、7番ショート大和くん、ショート大和くん背番号6、8番ピッチャー梅田くん、ピッチャー梅田くん背番号1、9番サード真田くん、サード真田くん背番号5。対しまして高校は、1塁側立教池袋高校、1番レフト滝本くん、レフト滝本くん背番号7、2番セカンド畑くん、セカンド畑くん背番号4、3番ファースト野田くん、ファースト野田くん背番号3、4番キャッチャー漆原くん、キャッチャー漆原くん背番号2、5番ショート渡辺くん、ショート渡辺くん背番号6、6番サード新倉くん、サード新倉くん背番号5、7番ピッチャー尾形くん、ピッチャー尾形くん背番号1、8番センター塩川くん、センター塩川くん背番号8、9番ライト広瀬くん、ライト広瀬くん背番号10。なおこの試合の審判は球審クリーン、球審クリーン塁審一塁とした、一塁とした、二塁マスヤマ、二塁マスヤマ、三塁浅野、三塁浅野。以上の様子です。試合開始まで今しばらくお待ちください。ご来場中のお客様にお願い申し上げます。バックネット裏でのビデオ撮影は禁止されております。また三角での撮影は安全上ご遠慮いただいております。手に持って撮影するか、一脚での撮影をお願い申し上げます。続けてお客様にお願い申し上げます。救急隊などが発生した場合、必ず救急本部または係員にご連絡ください。またお客様の判断で救急車をお呼び